CJ アンダーソンはカリフォルニア州バレー保出身の元アメリカンフットボール選手。現役時代のポジションはランニングバック。高校3年時まではオプションプレイでクォーターバックとして起用され、1297ヤードを走り、20TD ランを上げるとともにパス91回中44回成功。785ヤードを獲得し、11TD パスを記録した。 4年次にランニングバックにコンバートされ、1623ヤードを走り、23td を上げた。レイニーカレッジに進学、1年次の2009年には693ヤードを走り 3td を上げた。2年次の2010年には206回のランで1644ヤードを走り、13td ラン、22レシーブで350ヤード、2td レシーブを上げた。 カリフォルニア大学に編入学し、3年時の2011年は、全13試合に控え、ランニングバックとして出場し、72回のランで345ヤードを走り 8TD を上げた。4年時の2012年は、全12試合に出場し、チームトップの790ヤードを走り 4TD を上げた。2013年4月27日、ドラフト外フリーエージェントで、 デンバーブロンコスと契約を結んだ。8月15日の練習中に右膝の MCL を痛めてカートで運ばれた。2014年11月9日のオークランドレーダーズ戦でペイトン・マニングからのスクリーンパスをキャッチ51ヤードの TD レシーブでプロ初 TD を上げた。11月16日より先発選手として起用された。 11月23日のマイアミドルフィンズ戦、11月30日のカンザスシティチーフス戦で、それぞれ150ヤード以上を走る活躍を見せた。2試合連続で150ヤード以上を走ったのは、2012年のミネソタバイキングスエードリアン・ピーターソン以来のことで、あった。第14週のバッファロー・ウィルズ戦、第17週のオークランド・レイダース戦で、それぞれ 3TD を挙げた。 この年、ランで849ヤード、レシーブで324ヤードの合計1173ヤードを獲得、合計 10TD を上げた。シーズン終了後、ピッツバーグスティーラーズのレベオンベルの代わりにプロボールに選ばれた。2015年、第6週まではランで50ヤード以上を記録することがなかった。11月1日のグリーンベイパッカーズ戦で14回の ランで101ヤードを走った。第12週のニューイングランドペートリオッツ戦で113ヤードを走り、決勝 TD を含む 2TD ランを上げて30から24の勝利に貢献。その週の AFC 最優秀攻撃選手に選ばれた。この年彼は720ヤードを走り、5TD、チームは12勝4敗で、AFC 第1シードを得た。2016年1月17日の、 ピッツバーグスティーラーズとのディビジョナルプレイオフでは15回のランで72ヤードを走り、決勝 TD を上げて、チームは23から16で勝利した。ニューイングランドペートリオッツとの AFC チャンピオンシップゲームでは16回のランで72ヤードを走り、チームは20から18で勝利した。カロライナパンサーズとの第50回スーパーボールでは、ラン23回、レシーブ4回で、 合計100ヤードを獲得した。試合時間残り3分に2ヤードの TD ンを挙げた。チームも24から10で勝利し、スーパーボールチャンピオンに輝いた。2015年シーズン終了後、制限付きフリーエージェントとなった彼は2016年3月10日、マイアミドルフィンズと4年1800万ドルで契約を結んだが3月15日、ブロンコスがドルフィンズと 同条件を提示、彼はブロンコスに4年とどまることとなった。スーパーボウルの再戦となった、開幕戦では20回のランで92ヤードを走り、1td ラン、レシーブでも td を上げた。9月18日のインディアナポリスコルツ戦では74ヤードを走り、1td を上げた。10月2日のタンパベイバッカニアーズ戦でシーズン3個目の td を上げた。 10月24日のヒューストンテキサンズ戦の序盤に膝を負傷したが16回のランで107ヤードを走った。火曜日にチームドクターの診断を受けた。彼は半月板の修復手術をその週に受けた。10月29日、故障者リスト入りした。この年彼は110回のランで437ヤード、4TD、16回のレシーブで128ヤード、 1td を記録した。2017年9月17日のダラスカウボーイズ戦で25回のランで118ヤード、1td、3回のレシーブで36ヤード、1td を挙げた。カウボーイズ相手に100ヤード、ラッシャーとなったのは、2015年にワシントン・レトスキンズのアルフィレッド・モリスが記録して、以来のことであった。 第15週のインディアナポリス・コルツ戦で158ヤードを走った。最終週のカンザス・シティ・チーフス戦で18回のランで61ヤードを走り、この年1007ヤードを記録、初の1000ヤード、ラッシャーとなった。2018年4月16日、5シーズン在籍したブロンコスから解雇された。5月7日、カロライナ・パンサーズと1年契約を結んだ。 開幕戦のダラスカウボーイズ戦では、試合の序盤に先発 r e クリスチャン・マカフリーがファンブルしたものの、全67スナップ中12回に出場し、7回のランで35ヤードを走った。第3週のシンシナティ・ベンガルズ戦で移籍後初の TD レシーブを記録した。11月12日、パンサーズを解雇された。彼が解雇された理由は、クリスチャン・マカフリーが活躍し、 彼の役割が減少したためとマーティ・ハーニー GM は説明を行った。マカフリースナップの96.3%でプレーする一方でアンダーソンは平均6スナップで起用され24回のランで104ヤードにとどまった。12月5日、オークランドレーダー氏と契約したが1試合も出場することなく12月11日解雇された。十二月十八日、 ロサンゼルスラムズと契約を結んだ。ASRB のトットガーリーが欠場した第16週のアリゾナカージナルス戦で167ヤードを走り、1TD 最終週のサンフランシスコフォーティナイナーズ戦で123ヤードを走るとともに、レシーブで22ヤードを獲得、勝利に貢献した。この年、2チームで11試合に出場し、67回のランで403ヤードを 走り、2td、5回のレシーブで41ヤード、1td を上げた。ダラスカウボーイズとのディビジョナルプレイオフでは23回の、ランで123ヤード、2td ランを上げて30から22の勝利に貢献した。ニューオーリンズセインツと対戦した NFC チャンピオンシップゲームでは16回のランで44ヤードを、上げた。 チームは延長の末26から23で勝利した。ニューイングランドペトリオッツと対戦した第53回、スーパーボウルでは7回のランで22ヤード、2回のレシーブで12ヤードを上げた。しかしチームは3から13で敗れ、自身2度目のスーパーボウル制覇とはならなかった。2019年4月1日にデトロイトライオンズと1年契約を結んだ。 しかし2試合に出場しただけでリリースされた。2020年9月18日に現役引退を表明した。ありがとうございます。